どうもこんにちは、ザワチャンネルです。昨日はですね、こちら、サンケイスポーツ、こちらのスポーツ紙のね、裏一面、小倉日本新記録だと、こちらのね、丸亀国際ハーフマラソンの内容をね、ちょっといろいろと喋らさせていただいたんですけれども、今日はですね、まあ、昨日の動画でもちょっと喋ったんですけれども、別府大分毎日マラソン、これはちょっとね、喋らないといけないなと思って、今動画を撮っております。まあ、サンケイスポーツの方でもね、ちょっと、まあ、小さいんですけれども、記事が出ておりまして、初マラソン、吉田祐也2時間8分30秒で3位と、まあ、こちらにもね、バーンとね、書かさせていただきました。いや、皆さん3位、しかも学生歴代、そして初マラソン歴代2位の好タイムと、いうことでね、まあ、40キロ手前ではね、ちょっと外国勢を抑えてトップに躍り出るというシーンもありましたし、本当に、堂々たる、戦いぶりをね、吉田選手、別府大分の地でね、やってくれたんじゃないかなと。いや、なかなかこの2時間8分30秒っていうタイムは、特に、まあ、普通のマラソンでもなかなかね、出ないと思いますし、ましてやこの別府大分で2時間8分っていうのはね、ほんと出ない、記録なんで、まあ、学生歴代1位はね、この藤原正和監督、今中央大学のね、監督やられてますんで、まあ、藤原正和さんの2時間8分12なんですけれども、もう本当、35キロ過ぎまではね、その記録超えちゃうんじゃないかなと言われるぐらいのね、本当しっかりとしたペースを刻んでの、2時間8分30のゴールだったんで、この辺りね、内容そして結果を見てもね、本当、素晴らしい走りだったんじゃないかなと、いうふうに思います。吉田祐也選手、2時間8分30、別府大分毎日マラソン3位おめでとうございました。いやー、けど本当にですね、まあ、しかも出した大会はこの別府大分毎日マラソンと、いうことでね、いや本当、別大マラソンってなかなかね、このサブ10さえも難しい、コース設定なんですよね。まあ、別府大分、まあ、別府湾をこう往復するっていうか、まあ、そういったコース設定なんですけれども、まあ、当然別府湾、海に近いところなんで、海風のね、影響をめちゃくちゃ受けるんですよね。まあ、今回のまあテレビ中継見てた中ではね、そんな風が強いなっていう印象はなかったんですけれども、いや、そうなんですよ、2010年にね、今のコースに、この別府大分毎日マラソン、変更されて、2時間10分を切る選手っていうのは本当優勝者、もしくは優勝準優勝の1人2人とか、まあ、そういった人数なんですよね。まあ、今回、まあ後からまた話しますけれども、サブ10のランナーが10人出てきていると。でその中でもこの初マラソンされた、まあ吉田選手を含んだ選手3人がサブ10を達成している。これね、本当に異常事態ですよ。まあ、2010年にね、コースが変更されて、2018年、おととしですよね、その大会までにですね、このサブ10を、達成したランナーっていうのは、だって2010年からですから、10、11、12、13、14、15、16、17、18、まあ、9大会あるわけじゃないですか。この9大会でまとめてですよ、ひっくるめてサブ10を達成したランナーっていうのは9人なんですよね。まあ、去年の別大マラソンは6人、サブ10ランナー、MGC も絡んでたんで、二岡選手、そして橋本選手、岩田選手とかがね、まあ、サブ10やって、まあ、MGC の切符を掴んだみたいな、感じありましたけれども、その前の大会までの、9年間っていうのはたったのね、9人だったんですよね。それを今回一つの大会で、10人、出してしまうというぐらいのね、本当に、高速、レースになってしまったんじゃないかなと。で、優勝したね、モロッコの、サリ選手なんか、大会新記録で、優勝しておりまして、2位に入りました。まあ、去年もね、2位だったんですけど、エチオピアのゴダラ選手、こちらもね、大会新記録だったと。まあ、今までの大会記録は川内優輝選手が中本健太郎選手とね、デッドヒートを繰り広げたあの時に出した、2時間8分15秒だったんですけれども、まあ、そのタイムを上回った、2人がね、大会新記録で優勝、そして準優勝
入賞に入っていると。でその後に入ってきたのが、歴代、2位のね2時間8分30秒、吉田祐也選手だったと、いうことでね、いや本当今までねずっと僕も別大マラソン見させていただいてましたけれどもね、ここまでサブ10のランナーが出る、大会と僕全然思ってなかったんで、いや本当にこの2020年ね、まあ、丸亀国際ハーフマラソンでも、日本新記録出ましたけれども、いや本当何がね起こってもね、おかしくない、年に、ね、なってくるんじゃないかなと、いうふうに、思います。まあ、あとここにね、ちょっとベルリンマラソンを超えたみたいな風に書いているんですけれども、そうなんですよ、2019年、まあ、去年のねベルリンマラソン、まあ、ビケレ選手が、マラソン歴代2位のね、記録で優勝してた、レースなんですけれども、あのベルリンマラソン、もう世界各国からやっぱりねサブ10を狙う選手が、まあ、集まってくるわけじゃないですか、まあ、そういった、まあ、ほぼもう世界最高峰のね、大会と、言っても過言ではないこのベルリンマラソン2019でもあのサブ10をね達成した選手っていうのはこちら10人なんですよね。別大と同じ人数なんですよね。で、まあ、去年のシカゴマラソンに関しましては、8人、サブ10ランナーね、別大マラソンがシカゴマラソンを超えてしまっていると。でその時8人目8位の選手が、モハメド・ファラー選手だったと、いうことで、まあ、ファラー選手2時間9分台であったんで、まあ、それを考えると、吉田祐也選手、2時間8分30、見事ファラー超えを、達成したと。まあ、大会が違いますんでね、それはいろいろとありますんで一概に、タイムだけで比較するのはねちょっといけませんけれども、ファラー超えと、いうこともね、一つはね、言えるんじゃないかなというふうに、思います。いや本当にこのサブ10、10人っていう大会って今までそんなに僕見たことがなかったんで、まあ、あるとすれば2年前ですよね、東京マラソン2018、まあ、この大会でね、まあ、この大会も MGC、めちゃくちゃ絡んでたんで、まあ、この時は10人を超えるね、サブ10ランナー、誕生したと思うんですけれども、それに次ぐね、サブ10、達成大会だったんじゃないかなと、まあ詳しくは調べてないんで過去にちょっとあったら分かりませんけれども、いや本当にね、高速、レースになったんじゃないかなと、いうふうに、思います。いやサブ10をね達成した選手を見ていきますと、4位に入った小山選手8分台と、まあ、小山選手といえばね、高校時代設楽悠太、設楽啓太兄弟と同じ武蔵越生、こちらでね、全国高校駅伝ね、武蔵越生高校がね初出場した時の、メンバーの一人だったと、いうことで、まあ、小山選手はね、東洋ではなくて帝京大学に行くんですけれども、見事こちらで、ね、8分53秒と。でその次に、モンゴル、ツェペン・ラブダン選手、ツェペン・ラブダン選手、最近結構日本のね、マラソンにもモンゴルの選手っていうのはすごく多く出てきてると思うんですけれども、こちらの選手が9分3秒、まあ、おそらくねこれモンゴルの、歴代2位の記録なんじゃないかなと。まあ、モンゴルにはねNTN のバトオチル選手がいるんで、バトオチル選手が確かね、8分台、この記録持ってたと思うんで、まあ、それに次ぐ、記録をねこのツェペン・ラブダン選手がね出してるんじゃないかなと。そして、その次深津拓也選手、旭化成、いや本当ね、サブ9位も見えたね、好タイムで、ちょっと遅れたんですけどね、しっかりと最後上げて上げて、この順位で、ゴールしてますんで、いや、まだこれからのね、深津選手も見たかったなっていうところはあるんですけれども、なんと、この別大マラソンが引退レースと、いうことでね、本当に、お疲れ様でしたと、いうふうにね、ちょっと送りたいなと、思っております。そして次、菊谷選手、トヨタ紡績、こちらの選手も初マラソンで見事サブ10達成。そしてその次には、宮戸谷、春樹選手、こちらも初マラソン、東海大学 OB、まあ、社会人1年目ということで、9分19秒と、まあ、結構ね秋田工業出身の、まあ、旭化成のね佐々木選手も秋田工業ですし、そして東海大学、松尾選手もね、今大会走ってるんですけれども、しっかりと、2時間、11分のね、好タイムでゴールと。この秋田工業勢がね結構ね僕的にはこの別府大分沸かしたんじゃないかなと、いうふうに、思っております。そして次はね、まあ、エリトリアの選手が入るんですけれども、最後、サブ10に滑り込んだのが
小林浩二選手、スバル。しかも小林選手ね、コーチ兼選手の、ランナーさんなんで、いやここでね、まあ、小山選手とスバルをね、しっかりと、盛り上げたんじゃないかなと。まあ、共産スポーツがね、マツダの車だったんで、この辺りどうなのかなと僕はちょっと思ったんですけれども、見事、こちらの10人がね、サブ10を達成ということで、本当に、おめでとうございます。いや本当ね、もっとね、別大マラソンね、盛り上がってほしいなと。まあ、もともとはね、この初マラソンというか、マラソンに入る時のこの登竜門的なね、大会としてね、創設されて、まあ、結構ですね、調べてみたら、歴史的な、記録というか、結果をね、生み出している大会でも、あるんですよね。まあ、ちょっと昔の話になりますけれども、1963年、なんと東京オリンピックの前の年、この時に、寺澤選手がなんと世界記録でね、こちら優勝してるんですよね。で当然その時世界記録を持っていたのが、アベベ、ね、裸足のアベベ選手。まあ、結局、まあ、このやっぱ東京オリンピックの前の年ということで結構ね、記録の変動が激しくて、まあ、すぐ、寺澤選手の世界記録も塗り替えられてしまうんですけれども、こちらの別大マラソン世界記録が、生まれた大会でもあったと。 そしてね、また東京オリンピックから、十数年経ちまして、24回大会、なんと小澤選手が、こちらでね、初マラソンの日本新記録を、達成していると、見事ね、登竜門としてのね、この別大マラソンの魅力をね、伝えたんじゃ、ないかなというふうに思いますし、そしてその3年後、旭化成のね、宋茂選手がなんと日本人初のサブ10を達成、日本人初のサブ10、これをやった大会も、別府を終えた、毎日マラソンだったと、いうことで、でやっぱり1990年代ですよね、ちょうど僕も中学生で、世の中やっぱりバルセロナオリンピック、本当ね、この時もね、マラソンめちゃくちゃ日本盛り上がったんで、で、その時に彗星のごとく、現れたのが、こちらも旭化成、森下浩一選手と、まあ、今ね、トヨタ自動車九州のね、監督やられてますけれども、森下選手が、なんと91年のね、バルセロナの前年ですよ。バルセロナの前年の時に、中山選手とデッドヒートを繰り広げて、まあ、結局中山選手がね、力負けして、森下選手が行くんですけれども、その時のね、シーンですよね。中山選手が肩をちょっとポンと叩いてね、もう、まあ、行っていいよ、もう俺はここまでだみたいな感じで、いや、本当、元祖肩ポンはね、中山選手なんじゃないかなというふうに思ってしまいます。本当は印象に残ったね、シーンでもあるんですけれども、その時、森下選手が、初マラソンで、優勝して、初マラソンのその時の、日本記録も出していると。まあ、結局その記録っていうのがこのね、藤原選手が、出すまでずっと、初マラソンのね、日本記録としてずっと残ってたんで、いや森下選手のね、強さ、凄さっていうのはね、まあ、その次の年のね、バルセロナオリンピックではね、見事、銀メダルで、取ってますんで、まあ、この辺りもね、別府大分がね、世界を沸かせた大会だったと、いうことでね、本当面白いなというふうに、思っております。でさらに面白いのがその次の年92年、まあ、オリンピックイヤーですよ。まあ、この時森下選手は東京国際マラソンの方に出てたんで、まあ、この別府の方には出てないんですけれども、ここで優勝したのがファン・ヤント選手。まあ当時をね、知ってる方はピンときたと思うんですけれども、そうなんですよ。バルセロナオリンピックで、最後の最後までね、森下選手とデッドヒートを繰り広げた、金メダリストが、このファン・ヤンジャ選手。この別府大分で、韓国人初のサブ10。しかもね、ファン選手2時間8分台でね、優勝してますんで、本当別大チャンピオン同士がね、バルセロナオリンピックでね、デッドヒートを繰り広げたというね。いや、本当にね、あのあたり、今思い起こしてもね、めちゃくちゃ懐かしいなっていう感じがあるんですけれども、いや、まだまだね、別府大分毎日マラソン。まあ、他のね、まあ、福岡であったり、東京であったり、まあ、琵琶湖であったりみたいに、まあ、スター選手がね、出場するわけではね、やっぱりありませんけれども、まだまだ、可能性、魅力の詰まったね、大会なんじゃないかなというふうにも思いますのでね、ぜひぜひ皆さんも、別府大分毎日マラソン、来年、記念大会です。来年はね、しっかりと、注目していってもらいたいと思います。今日はこんな感じで、ザワチャンネルでした。それではランニング。
いってらっしゃい。Even get some bronze.